それがなぜか入居のハードルを勝手に上げてるところがあるんじゃないかなと思うんですね。はい、まあ、これどうなんだなというので、はい、最近2、3件ちょっと立て続けにあれってさせないといけないのかなみたいな。ちなみに どういった契約をさせられるんですかね。こんにちは。こんにちは。大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日はですね、ゲストに大分ですね、カボス不動産の井上さん、はい、来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。大分カボス不動産という不動産会社をですね、大分市の方で経営させていただいております、井上と申します。大分で、まあ、まだ小さい会社なんですけれども、不動産管理とですね、仲介、不動産業全般をやらせていただいている感じですかね。はい、だいぶ久しぶりにお会いさせていただいてます。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。どうですかね、最近その大分の方のこの不動産状況というかですね。そうですね、うん、ちょうど繁忙期なので、うん、いろんなオーナーさんから、うん、今年の繁忙期はどうかなみたいな話をですね、はいはい、させていただくんですけれども、うん、ちょっと大分で話題なのは付帯商品の販売ですね。付帯商品の販売、はい、悪いことではないんですけど、はいはい、オーナーさんが意外と知らないところでというか、うん、客付けというかですね、オーナーさんの物件に、まあ、入居者さんを斡旋する際にですね、はいはい、当然ホームページとかで賃貸の条件書いてありますよね、はいはいはい、で以前からも抗菌施工とか、あとは何でしょう、消火剤とかいろんな商品があったんですけど、うんうん、それが置いてあんまりなかったんですね、うん、それを入居者さんに、そうです、買ってもらう、販売をもらう、はい、うん、だから部屋の入居とともに、インターネットの斡旋とかもあったり、うんうん、ウォーターサーバーがあったりとか、いろいろあるんですけど、うんうん、それは、ね、いいものもあれば、あんまりよろしくないものもあるみたいな、そんな感じですかね。はい、それが最近、ちょっと盛んになったというか、ああ、そうですか。なんか盛んというか、大きな会社がやり始めたというか、なるほど。はい、それで、あれってどうなのかなみたいな、うん、そのじゃあ、小田さん頼んだんですかとかいう話をわざとするんですけど。うん、はいはい、それで気づいていらっしゃる親さんは相談があるでいいんですけど、うん、オーナーさんの知らないところでというか、うん、あんまり預かり知らないところで、うん、それ入居者さんからちょっとクレームみたいなのがあるっていう感じですか。入居者さんはですね、まあ、入居の再生条件とかっていう話でいくんだろうと思うので、うん、結構すんなりいく方もそうでない方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、うん、入居者さんが欲しいって言ってやってもらう分には、はいはい、当然いいと思いますし、うん、インターネットみたいにもうどこに頼んでいいかわからないから、うん、業者の方から斡旋をするっていうことは別に悪いことじゃないと思うんですけど、うん、オーナーさんもお願いしてないし、入居者さんもお願いしてない、うん、はい、じゃあ誰が何のためにそうです、ね、勝手になんか商品売られてるみたいな話ですね。で別にそれが特にそのオーナーさんがいろいろじゃないんですけど、はい、ただこうこれまでの流れで敷金礼金で入居者さんの入居のハードルになるから、うん、ゼロにしましょうとか、そうフリーレントつけましょうとか、はい、ってやるじゃないですか。言われますよ、言われますよ、はい、で初期費用が下がって入居がしやすくなりますよっていうお話を多分いただいてたと思うんですよ、うんうん、それがなぜか入居のハードルを勝手に上げてるところがあるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、はい、これどうなんだなというので、はい、最近 2,3 件ちょっと立て続けにあれってさせないといけないのかなみたいな。ちなみに どういった契約をさせられるんですかね。そのオーナーさん自体が契約というかですね、うん、それ同意書みたいな交わせ、もしかしたら交わせるのかもしれないですけど、うん、あまりこう興味ない方もいらっしゃるじゃないですか、うんうん、そしたら入居者さんが入居するときにそういう商材をですね、はい、買わされると。ネットとかよくありますね、はいはい、ネットと保険とかは入らないといけないっていう条件があると思います。火災保険ですね、はい、であとは大体どこもついてるのが24時間駆けつけサービスとかですね、はいはいはい、それがこう合体して月々、うん、まあ、サブスクみたいになってるやつとかあるんですけど、以前からある消火剤、消火剤、はい、初期消火に使えるなんか投げ込んだら、はいはい、ああ、はいはいはい、やっぱこう火事が怖い人もやっぱいらっしゃるんじゃないですか。はい、いつでも投げ込めるように、投げ込めるように、やっぱキッチンの横には置いときたいっていう人たちのための消火剤とかですね。うん、まあ、あとはやっぱこうコロナの関係もあってたと思うんですけど、うそういうこう抗菌とか消毒とかそういうのが多いのかなと。それがね、ゆきさんもそう、うん、恐ろしいんで欲しいですっていう話だったらいいんですけど、うん、それがなんかこう入居するんだったらこれは買ってくださいよみたいな。ちょっとそれはダメですね。
金額が適正だったらいいですけど、結局そこで儲けようとしているということは高く買わされるっていうことですよね。それがなんか入居する条件ですよって言われちゃうと、あ、買わなきゃいけないのかなみたいな感じになるってことですよね。だから結局は欲しいと思って問題があるところに販売をするっていうことであれば別に何の問題もないので、別にその仲介業者さんがやってることは悪いことだとかっていうことではないんですけど、これまでの流れを加味すると、いや初期費用が高くなるとなかなか決まりませんよって言ってて、大家さんも仕切りゼロにしたと、フリーレントもつけたんです。こっちは身を削ってるのに誰かがちょっとそのハードルを上げるっていうのはちょっとなんかこう本末転倒なんじゃないかな。そうですね、違うことやってますよね。そうなんですよ。だから鍵交換がありとか、ひどいところになると敷金礼金ゼロなんですけど、初期費用が21万ぐらいかかるんですよ。21万ですか。あ、家賃が3万円でですね。3万円で入居の時7ヶ月分ぐらい取られると、ね、はい、それも別に悪くはないんですけど、それオーナーさんがちゃんと分かってていいですよって言ってたらいいんですけど、入居がちょっとどうかなって言ってる時に、今こんな募集ですけど大丈夫ですかって言ったら、いやこれ何みたいなってなるケース結構あって、だからやっぱり基本自分の物件が自分の商材がどんな風に売られてるかっていうのはやっぱ確認をした方がいいのかなと。それは管理会社さんに聞けば教えてくれるもんなんですか。はい、そうですね、もうホームページ見ればどういう風にこう紹介されてるかっていうのは分かると思うので、そこに書いてあるんですかね。書いてあります。書いてあるんですね、はい、それ見た方がいいですね。そうですね。で当然その入居者さんはその条件を見てらっしゃるので、それでその物件に住むかその物件に住まないかっていう判断をされると思うんですけど、最初から予算が15万円って思ってて、なるべく家賃が安い部屋を探しようと探そうと思ってたら20万25万ってなったらやっぱちょっと切られちゃいますよね。で大家さん側はその敷金も礼金もゼロにしたんで、うちの物件ちょっと住んでくれるかなとかって思ってたら意外と違ってたっていう。そうですね。なるほど、最近のトレンドですね。まあ置いただけかもしれないですけど、いやいや、はい、でもちょっといやでもなんとなく分かる気がしていて、やっぱ管理会社さんも、はい、家賃も下がってきて、はい、どこで儲けるのかと売り上げ立てるのかっていうところで、はいはい、大家さんからなかなか広告料、はい、まあ、1ヶ月分とか2ヶ月分とかもらっても、はい、そんなにないなれないからやっぱり入居者さんからもらおうみたいな。そうですでそれが結果的に大家さんも損する、入居者さんも損するみたいな。そうなんですよ、消費者不在のビジネスだなと思って、そうですね、はい、誰が欲しいって言ってるのか分からないし、何の目的なのかもちょっと分からないような事態になってるなと思っていて、だからそれが、まあ、仲介する側が悪いとか言うつもりは全く本当になくて、ただ仲介業者さんは広告費、まあ、ポータルサイトの掲載料だったりとか人件費ももちろんそうですし、そういうお金が払っていて、仲介手数料1ヶ月分じゃちょっと賄いきれないんで、そうやってこう苦肉の策といったなんですけど、そういう状態にあるのもまあご理解した上でですね、でじゃあどういうふうに自分の物件を紹介してほしいのかとか、まあ、そういったところはちゃんと詰めとかないと、いざこう繁忙期迎えて反響がないなって思ってたところにそういうことがハッてなってしまうと、えみたいな。そうですね。そこはちょっと怖いですね。そうですね。なるほど。なんかそんなことを最近ご相談でいただいております。なるほど。はい、そこら辺をもし不動産さんだったら、そういうことはないですね。はい。ですかね。そうですね。だからその中賃貸仲介っていうことだけで考えるとやっぱりなかなか難しいと思うので、管理料をもらってる管理会社がいろいろ客付けの斡旋のためにいろいろこう動くとかですね、まあ、小名さんの物件入居優先最優先でっていうことを考えると、やっぱもうちょっとそういうそこら辺をもうちょっと違う形で取り組んではいけるのかなとは思いますけどね。ちょっとコミュニケーション不足もあるのかもしれないですね。そうですね、東京とかはどうですか。東京ですか、はい、やっぱりそこまであからさまなのはあまり聞かないは聞かないですけど、でもやっぱりこれから増えていくんだろうなっていうふうには、どんどん厳しくなりますからね、管理会社も厳しくなるんで、そういうのも増えてくるのかなとは思うんですけども、でも一方で大家さんから管理会社の不満みたいのをやっぱり言うわけですよ、はい、いろいろ聞くんですけども、やっぱりそこはきちんとコミュニケーションが本当不足してるなと、はい、大家さん自身もこういうことがしてほしいだとか、
ちゃんと言わないと、はい、で金貸しさんもそれは難しいかとかっていうところもちゃんとこう言った上で、はい、お互いがもう本当にウィンウィンになるような関係性を作るっていうのが大事かなというのが、はい、そうですね、おっしゃると思いますね、はい、なのでちょっとぜひこの本募集前にまず募集どうなってるのかちょっと確認いただいて、はい、そうですね、まず基本の木ですけどね、はい、でも大事なことだと思います、はい、そこで、ねはい、きちんとコミュニケーションを取った上でやっていただきたいなと、はいはい、でね、もし大分でもしお困りの方はカオス相談所さんに、ねはい、あのご連絡いただければよろしくお願いいたします。概要欄貼っておきますので、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。